アイデアをくれました。嬉しいといただきました。あ、ご実家に帰られた方もいらっしゃるですね。あ、すごいですね。都道府県ごとにきっとあのね、物産、名産がでのイメージ、モチーフになってるんですね。どれも美味しそうですね。お中元のゼリーですねと。皆さんだったら何がいいですか。どれも美味しそうで選びがたいですね。和歌山は梅、梅ですね。和歌山が2つも入ってますね。美味しそう、いいですね。香川はやっぱりみかんですね。思わず梅ね、美味しそう。梅は梅って言いそうですねって言おうとしたんですけど、なんかそれ木田さんと最近解説することが多かったんで、私はあの木田さんの脳になってるのかもしれませんね。梅は梅って自然出てきちゃいました。いや、あの木田さんのせいって言ってるわけじゃないんですよ。でもあのこういうこうユーモアあふれる言葉選びって大事じゃないですか。あの木田さんのワードチョイス、私も勉強させていただいておりますもん。いやね、なかなかこう頭使わないと出てこないと思うのでね、皆さんも。いや、そうなんですよ、いっぱい出てくるのすごいですよね。ちょっと今後も勉強していきたいと思います。いただいたリポートをお送りしていきます。